エアリンガスはダブリン県フィンガル市コリンズタウンに本社を置くアイルランドの航空会社。エアリンガス本社アイルランドで最も長い国際線の歴史を持つ。イギリスのスカイトラックスによる航空会社の格付けでザワールズ4スターエラインズの認定を得ている。コーポレートスローガンはスマートフライズ。航空艦隊を意味するエアリンガスはアイルランドのフラッグキャリアであり、 アイルランド政府によって設立され、2006年から2015年にかけて民営化された。会社の創設は1936年。6隻のデハビランド DH-84 ドラゴンを用いて運行を開始している。第二次世界大戦後は DC-3 を用いてロンドン便等を運行した。1958年にはロッキードコンステレーションを用いて シャノン空港ニューヨーク便を開設した。1970年代には2機のボーイング747を導入するなど、業務の拡大を図っている。50機以上の航空機を保有し、ヨーロッパ、カナダ、及びアメリカ合衆国へ運航している。2007年3月31日に、世界的な航空連合であるワンワールドを脱退し、現在は、 ブリティッシュエアウェイズとイベリア航空などの持ち株会社であるインターナショナルエアラインズグループの子会社である従来のレガシー航空会社と格安航空会社のハイブリッドを採用したビジネスモデルを実地しており短距離路線と長距離路線のフライトで提供されるサービスに違いがあり機内食は校舎のみ無料で提供されるいわゆるフラッグキャリアだが 民営化されて2006年10月にアイルランド証券取引所とロンドン証券取引所に上場した。しかし、イヤグ3回りに伴い、現在は上場を廃止している。垂直尾翼のマークはアイルランドの象徴とされるシャムロックコーポレートカラーの緑色はアイルランドのナショナルカラーである。運行しているのはエアバス A320 が主で、 主にヨーロッパ州内の路線に投入されているが、長距離用機材としてエアバス A330 とエアバス A321LR を保有しており、北米路線を中心に運行している。2020年の世界で最も安全な航空会社リストでは19位にランクインした。エアリンガスは資本金10万ポンドで1936年4月15日に 設立された。初代議長は、超無断派だった。親会社を通じて、政府投資の法案を保留中、ブラックプール及びウェストコーストエアサービスと提携し、エアリンガスと共同で、アイリッシュシー航空という名称で運営した。エアリンガス株式会社の称号で、1936年5月22日に航空会社として登録された。エアリンガスという名称は、 航空券のリチャード会を行う測量士と航空愛好家によって提案された。エアリンガスの初代航空機、デハビランドドラゴン航空会社として登録されてから5日後の1936年5月27日、和紙を意味しているイーラーという名称の6人乗りの副用機のデハビランド DH-84 ドラゴンを使用し、発便運航がダブリンのバルドネル飛行場初、 イギリスのブリストル空港行きだった。同年後半にアイルランドを意味するエーラと呼ばれた14人乗りの4発服用機デハビランド DH-86 エクスプレスを当社の2機目として購入した。この航空機はブリストル線をロンドン南部のクロイドンまで拡張することによりダブリン・ロンドン間の最初の路線を運行した。同時にダブリン・リバプール線は デハビランドドラゴン84を運行していた。エアリンガスは航空輸送法の下で国営航空会社として設立された。1937年にアイルランド政府はエアリンガスとアイルランドの民間航空の財務責任を負う会社エアリアンタを設立した。1937年4月にエアリンガスはエアリアンタを介して アイルランド政府が完全に所有するようになり、国有企業となった。初代ゼネラルマネージャーは、ジェレミア・デンプシー博士であった。1936年に、ケネディ・クローリーカンパニーから出向で入社した公認会計士であり、1937年に、ゼネラルマネージャーに任命された。30年後の1967年に60歳で退職した。 1938年に、デハビランド DH-89 ドラゴンナピードが、デハビランド DH-84 ドラゴンに取って代わり、2期目の、デハビランド DH-86 エクスプレスを購入した。1939年には、エアリンガスの最初の金属製航空機、ロッキード L-14 スーパーエレクトラを2期、導入した。1940年1月、 ダブリン郊外のコリンズタウンに新しい空港が開業し、エアリンガスが同空港に運航を開始した。新しくナグラス DC-3 を導入し、リバプールへの路線とシャノンへの国内路線を開始した。第二次世界大戦中は減便され変動する治安状況に応じてリバプール、またはマンチェスターバートン飛行場へ向かう路線を唯一運航していた。 マンチェスター空港に到着したダグラス d c 3百9 4 5年11月9日にロンドンへの初就航により定期便が再開されエアリンガス航空機が銀色と緑色に塗装されていた。また最初の客室乗務員も募集した。百四十六年に AA アイルランド協定によりエアリンガスは英国海外航空と 英国欧州航空が40%保有する引き換えにアイルランドからイギリスに特別な交通権を与えた。エアリンガスの成長により1947年にビッカースバイキングを7機導入したが不経済的であることが判明し間もなく売却された。ブリストル170フレーター1947年にアイルランドからニューヨークへの大西洋横断路線を 運航するために、アイルランド航空が発足された。ロッキード L-749 コンステレーションを5き発注したが、政権交代と金融危機により、運航が阻止された。ジョン・エイ・コステロ次期首相は、航空路線の熱心的な支持者ではなく、アイルランドのような小さな国から、大西洋を飛ぶことは、小さな航空会社にとって、あまりに大げさな計画だと考えていた。 グリーントップ塗装1940年代後半から1950年代初頭にかけてエアリンガスはマンチェスター経由でブリュッセル、アムステルダム、ローマへの路線を開始した。1951年にビッカースバイカウント700の初期購入者の一つになり、1954年4月に運行を開始した。1952年に貨物路線を拡大し、 小さいブリストルフレーター170を導入した。同機体は1957年まで使用されていた。経済学者のパトリック・リンチ教授は1954年にエアリンガスとエアリアンタの会長に任命され、1975年まで役職に就いた。1956年にエアリンガスは新しいグリーントップ塗装を導入した。エアリンガス。 アイリッシュインターナショナル塗装のボーイング7201958年4月28日にアイルランド航空はシャノン発ニューヨーク行きの最初の大西洋横断路線を週2便で開始したアメリカ合衆国の航空会社シーボードウエスタン航空がリースしたロッキード L-1049 スーパーコンステレーション3機でアイルランドの客室乗務員と共に運航していた この取り決めは、アイルランド航空が、エアリンガスアイルランド国際航空に改名された1960年1月1日まで続いた。1958年11月から1959年5月にかけて、エアリンガスは、フォッカー海27を7機導入し、イギリスへの短距離路線で運行された。1960年12月14日に、Z 時代に突入し、 ニューヨーク線と新規路線のボストン線で使用するボーイング720を3機導入した。1963年にアビエーショントレーダー、カーベア機を導入した。同航空機は機体の機種から車を5台輸送することができた。ロー、ロー線の増加もあり、カーベア機はエアリングスにとって不経済的であることが判明し、処分された。 大西洋横断路線で運行されているボーイング720を補足するために、1964年に最初の大型ボーイング707を導入し、1986年まで運行した。フォッカー海27アビエーショントレーダーカーベア機に車を詰め込んでいるヨーロッパ線でのジェット機への転換は、1965年に BAC1 から11がダブリン、コークパリ線。 マンチェスター経由のダブリン、コークアムステルダム線、コッペンハーゲン線、デュッセルドルフ線、フランクフルト線を開始した時であった。同年に垂直尾翼に緑色のシャムロックが描かれた新塗装を採用した。1966年にエアリアンタが保有する残りの会社の株式を財務大臣に譲渡した。1966年にシャノン・モントリオール線、さらに シカゴ船の運航を開始した。1968年にイギリスの北アイルランドのベルファストからニューヨークへの路線が運航されたがトラブル発生によりすぐに運休になった。エアリンガスはダブリン・ロンドン船の高い需要に対応するために1969年にボーイング737を導入した。その後、 エアリンガスは737便をヨーロッパのすべての路線で運行した。1967年にゼネラルマネージャーのジェレミア、デンプシー博士は退職前に2機のボーイング747型機の購入契約書に署名した。BAC1 から11971年3月6日にエアリンガスはボーイング747を購入した2機中1機を導入し、 大西洋横断路線で運行した。後にエアリンガスの所有機材の3分の1ほどを購入したが、大西洋を747で飛行するのは当初は利益がなかったため、すぐにリースされた。1974年に青色と緑色の2色の塗装がなされ、垂直尾翼に白いシャムロックが描かれた。百七十七年に同社初の女性パイロット、 グレインクロニンが採用された。スカンジナビア航空に次いでヨーロッパで2番目の採用者である。1979年9月にはローマ教皇のヨハネ・パウロ2世がボーイング747の特別仕様をローマダブリン間シャノン・ボストン間で利用した。ローマ教皇がアリタリア・イタリア航空以外の航空会社を利用するのはエアリンガスが初となった。 サーブ3401984年に、子会社であるエアリンガスコミューターを設立し、ダブリンからジェット機を必要としないアイルランドとイギリスの都市へ飛行することが可能になった。ショート330で試験飛行を行った後、ベルファストで製造されたショート360を動き、運行した。1987年から独自のマイレージサービスのゴールドサークルクラブを、 開始した。1987年から1989年にかけて最初に導入したボーイング737に代わる新しい同型機を導入し、フォッカー50が6機追加導入され、エアリンガスコミューターの機材に加わった。1990年にアイルランドの航空業界の規制緩和法が可決された後、エアリンガスは運航方針を再検討した。 b a c 一から十一を引退し、新しいボーイング737を五機で置き換えた。1991年に、ショート360を置き換える、サーブ340バイトが四機導入され、エアリンガスコミューターの機材に加わった。1992年までには、ボーイング737から200のべてが、置き換えられ、第二世代のボーイング737から300。 マイナス400、マイナス500の3種類すべてを運行する世界初の航空会社となった。しかし、ボーイング737から300は長らく運行されなかった。エアバス A3211994 年にエアリンガスはエアバス A330 でダブリンアメリカ間の直行便を開始し、同年5月に北大西洋路線で 最初の A330 から 300E タップスで運行した。これにより、ボーイング747とボーイング767から 300ER が順次退役することが可能になった。1995年10月2日、ボーイング747は25年間800万人以上の乗客を乗せて退役した。1990年代後半、 エアリンガスがベルファストからの運行を再開し、シャノン経由、ニューヨーク行きの路線を開始した。ニューアークリバティ国際空港行きの路線も追加したが、2001年をもって運行を中止した。同社初のエアバス短距離航空機は、1998年から1999年にかけてに導入したエアバス A321 であり、主にダブリンヒース路線を運行するために、 導入された。導入した6機のうち3機は2020年現在も使用されている。最初のエアバス A320 は2000年に導入され、さらに3機が2001年に導入された。1999年12月3日に航空連合のワンワールドに加盟することを発表し、2000年6月1日から加盟した。2001年2月1日にエアリンガスコミューターが エアリンガスと統合した。同年9月11日のアメリカ同時多発テロ事件で深刻な事業影響を受け、従業員数と目的地を削減し、機材を減らした。最新のエアバス機を導入し、ヨーロッパ本土への路線を開発することにより利益に戻った。以前まではヨーロッパ本土路線には消極的であり、アメリカ合衆国とイギリスへの路線に力を入れていた。 2004年から2011年にかけて発注していた A320 を順次導入した。これにより、ボーイング737の退役が可能になり、エアリンガスの機材をすべてエアバス機に移行する動きが開始された。2005年10月27日にアジアへの最初の定期便、アラブ首長国連邦のドバイ国際空港に2006年3月から就航することが発表された。 しかし、新たに自由化された、大西洋横断路線の市場でシェアを拡大しようと、したため、ダブリンドバイ線は2008年3月をもって、終了した。2007年6月6日、エアバス A350 から900を6機とエアバス A330 から306機を発注することにより、ヨーロッパの航空製造業者との関係を強化した。2009年2月から順次に、 A330 が導入された。2011年に A330 の3機の発注を A350 から900に切り替えた。エアバス A330 のウィングレット・ダブリン株式市場でのエアリンガスの株式上場に備えて、アイルランド政府は2006年末から段階的にシャノン空港でのストップオーバーを廃止することに合意した。 2006年9月27日に条件付きの株式取引を開始し、2006年10月2日にアイルランド証券取引所、ロンドン証券取引所に上場した。当時アイルランド政府は従業員が15%を保有する一方で28%の株式保有を維持していた。株式公開の申し入れ価格は2.2ユーロだった。エアリンガスが 証券取引所に上場したため、エアリンガスは路線ネットワークを拡大することを計画していたが、当時の経済状況により保留された。エアリンガスは短中距離路線において安価な料金を多く設定し、また二転換輸送に重点を置くという格安、航空会社に近い運営方法を取り始めたことが、2000年6月から加盟している。 ワンワールドの求める運航形態とずれてきたため、2006年5月に脱退を表明し、2007年4月に脱退した。それに代わり、ブリティッシュエアウェイズ、バージン、アトランティック航空、デルタ航空、KLM オランダ航空、ユナイテッド航空などの航空会社との二国間協定を締結した。2007年2月6日、ジェットブルー航空と 新たな提携を結ぶ意向を発表した。これにより、エアリンガス利用客が公式サイトからジェットブルー航空の就航都市を直接予約できるようになる。また、2008年にはアメリカ国内での路線をさらに接続するために、ユナイテッド航空との提携も発表した。2006年10月5日にライアンウェアは、エアリンガスを買収する買い付けを開始した。 ライアンエアはエアリンガスの株式16%を購入し、残りの株式に2.8ユーロを売り出していたと語ったが、エアリンガスはライアンエアの公開買い付けを拒否した。2006年11月29日にライアンエアは、持ち分を26.2%に引き上げたことを発表した。しかし、欧州委員会は、2つの航空会社が、 ダブリン発のヨーロッパ路線の80%以上を保有しているとして競争上の理由による買い付けを阻止する決定を2007年6月27日に発表した。2007年8月7日にエアリンガスはイギリスの北アイルランドのベルファスト国際空港に国外で最初の拠点を設立すると発表した。ベルファスト国際空港からの路線は同年12月に開始した。 2008年7月には3機のエアバス A320 が同空港を拠点としておりヨーロッパの11の都市に就航していた。またブリティッシュエアウェイズの協力でベリファスト国際空港からロンドンヒースロー空港へのイギリス国内線が復活した。シャノンヒースロー線は運航停止となりアイルランドの西部で政治的な論争が発生した。シャノンヒースロー線は 需要が高く、エアリンガスは毎年100万人の乗客が増えると予測し、同線はその後復活した。2007年3月22日にエアリンガスは欧州、米国オープンスカイ協定の結果としてアメリカ合衆国向けに新たな長距離路線を発表した。2007年5月にエアバス A330 航空機を新たに2機導入したのを機に、 同年の秋からダブリン・オーランド線、ダブリン・サンフランシスコ線、ダブリン・ワシントン DC 線を開始した。その後もダブリン・ボストン線、ダブリン・シカゴ線、ダブリン・ニューヨーク線も運行された。2008年3月にドバイへの中東路線を終了し、同年11月にはロサンゼルスへの運行を終了した。ワシントン DC とサンフランシスコへの運行は、 2009年10月24日をもって終了した。2008年10月に上半期に2200万ユーロの損失を計上し、7400万ユーロのコスト削減計画を発表した。この計画では、最大1500人の仕事を削減し、航空空港の地上業務を縮小し、ダブリン空港の地上スタッフをすべて外部に委託することになった。これは、 特に労働組合からの大きな否定的な反応を受けた。2008年12月に人権費に関する労働組合と空港料金に関するシャノン空港公団との新しい取り決めにより2009年3月29日からシャノンロンドン線が再開すると発表した。しかし2009年6月末には9300万ユーロの損失を累積しており、 コルームバリントン議長はこの状況が継続できないことを明確にした。2009年10月に当時の新任の最高経営責任者、クリストフ・ミュラー CEO は676名の雇用の創出につながる大幅なコスト削減計画を発表した。2011年の間に9700万ユーロの節約を達成することを目的としていた。 6週間に及ぶ協議が始まり、クリストフ・ミュラーは将来のさらなる削減を除外することを拒否した。1992年のエアリンガスとライアンエアー2008年12月1日、ライアンエアーは7億800万ユーロの現金を拠出するエアリンガスの2度目の公開買い付けを開始した。この提案にはエアリンガスの過去30日間の株価に対し28%の プレミアムがついていた。エアリンガスの取締役は、この提案を拒否し、株主に対して何もしないよう助言した。最終的には、他の株主の過半数によって拒否された。2009年6月にエアリンガスのプレミアクラスをビジネスクラスに解消した。英国のロンドンヒースロー空港を出発する。 エアリンガスのエアバス A319 から1002008年12月19日にエアリンガスはロンドンガトウィック空港を拠点の一つにすると発表した。2009年4月から4機が配備され、ダブリン、ノック、ファロ、マラガ、ミュンヘン、ニース、ウィーン、チューリッヒを含む8つの都市に就航した。最高経営責任者のダーモットマニオン CEO は、 ガトウィック空港に拠点を置く、航空機の数を十二ヶ月以内に八機に増やす予定であると述べた。二千九年六月六日には、ガトウィック空港でエアバス a 三百二十を追加しており、総数は五機になり、同空港はアイルランド国外で最大の拠点となった。これにより、同年の十月下旬からは、ブカレスト、アイントホーフェン、ランサローテ、テネリフェ、ビリニュース、 ワルシャーへ新規就航されたが、ニースへの路線は冬の間に中止された。2010年1月8日には需要が低かったため、ガトウィック空港に拠点を置く航空機の数を5機から3機に削減することを発表した。残りの3機はダブリン、ノック、マラガのほコークへの路線を運航していた。2011年1月、エアリンガスは3月末からガトウィック。 シャノン線を非一便で運行することを発表したが、その後、運行が停止された。マラガ線は2012年1月に運行を停止した。ガトウィックに一機のみ配備され、コーク、ダブリン、ノックへの定期便とチャーター便を運行していた。ガトウィックコーク線は2012年10月27日をもって終了した。ガトウィックベルファスト線が翌日の10月28日に、 三便で運行を開始した。2016年4月27日に運行が停止され、現在はガトウィック空港からジュネーブとリヨンへの季節限定のチャーター便を運営している。英国のロンドンヒースロー空港に着陸するエアリンガスのエアバス A320 から204年間、最高経営責任者を務めていたダーモットマニオン CEO は2009年4月6日に 辞任を発表した。2009年10月1日に入社した、ドイツ出身のクリストフ・ミューラーに変わった。同志は、トゥイグループのトゥイトラベルと、サベナベルディ航空の元幹部であった。2009年12月2日に、エアリンガスは、組合との交渉が崩壊したと発表した。理事会は回答として、従業員数を減らすことを投票した。ミューラーによると、 組合が提供する情報は短期的な性質のものであり、見返りに高額の保証を求められていた。また、エアリンガスは削減すべき路線や職種を特定しなかったが、すぐに開始され、強制される可能性が最も高いという。2010年4月には年間5700万ユーロを節約することが期待されている。 グリーンフィールドコスト削減計画の承認に関する投票を全ての従業員によって可決した。導入されたコスト削減の第2段階は、オフィススタッフの数を最大40%削減することで年間4000万ユーロを節約することを目的としたものである。ミューラーはエアリンガスは格安航空券でのライアンエアーとの直接的な競争からサービスをより重視したより、 ハイブリッドなモデルに再び移行することを述べた。この動きの一環として2007年にワンワールドに再び加盟するための交渉を開始したが実現しなかった。2010年6月15日にコスト削減のためシャノンボストン線、シャノンニューヨーク線を2011年1月から11週間停止すると発表した。エアリンガスは2011年に設立から75周年を 迎え、同年3月26日2960年代の塗装で最新の航空機を発表し、乗組員は歴史的な制服を着用していた。ライアンエアーはエアリングガスを1株あたり1.3ユーロ、総額6億9400万ユーロで買収する新たな買い付けを開始する以降2012年6月19日に発表した。しかし、欧州委員会は、 合併により消費者の選択が損なわれ、運賃が増加するという理由から、ライアンエアがエアリンガスを買収する3度目の試みを2013年2月27日に阻止した。エアリンガスはベルファスト国際空港で5年間拠点とした後、2012年7月19日にジョージ・ベスト・ベルファストシティ空港に移転すると発表した。ベルファスト・ロンドン線のほか 飛散便ののロンドン・ドガトウィック空港の運行も発表し、2013年3月31 3年月日に、ファロとマラガへの運行も開始した。エアリンガスは2012年から2013年の冬のシーズンに向けてベリファストシティ空港に2機を配備し2013年の夏に向けて3機目が到着した。ユナイテッド航空との合弁事業でワシントン DC から スペインのマドリードへの運行を開始したが、2012年10月30日に終了した。エアバス A320 から2142012年12月に、ブリティッシュエアウェイズによるブリティッシュミッドランド航空の買収に続き、バージンアトランティック航空はロンドンヒースロー空港からイギリス国内線を飛行することができ、ブリティッシュエアウェイズの独占路線が終了した。 エアリンガスは、ウェットリース契約に基づいて、エアバス A320 から214の4機と、ロンドンヒースロー空港からアバディーン、エディンバラ、マンチェスターを運行する路線の乗務員を募集した。2013年3月31日に、マンチェスターへの路線が開始された。バージンアトランティック航空が国内線の運行を停止したため、ウェットリース契約は2015年9月に終了した。 2013年7月に北米への路線拡張が2014年に開始されることが発表された。週5便のダブリン・サンフランシスコ線とエアリンガスに代わってボーイング757で航空請負い業者が運営するダブリン、トロント線への非1便を運行する。また、シャノン・ボストン線は2014年1月から、シャノン・ニューヨーク線は2014年3月から年間を通じて、 毎日運行されると発表した。しかし、以前のようにエアバス A330 を運行せず、ボーイング757を航空請負い業者からリースし、運行する。また、2015年5月1日に、ダブリン・ワシントン DC 線は、週4便で再び運行されるようになった。ダブリン・サンフランシスコ線が2014年4月2日に再開され、ダブリン・ワシントン DC 線は、 2015年5月に週4便の下記路線を開始した。2016年5月4日にダブリン・ロサンゼルス線が再開された。2014年7月18日、エアリンガスとクリストフ・ミューラーの間で2015年5月に最高経営責任者を辞任すると発表した。ミューラーはリストラの一環としてマレーシア航空に入社した。2015年2月16日に 同社は2015年3月1日からスティーブン・カバナが最高経営責任者に就くと発表した。ブリティッシュエアウェイズとイベリア航空の持ち株会社インターナショナルエアラインズグループ2014年12月14日、ブリティッシュエアウェイズ、イベリア航空、ブエリング航空の持ち株会社であるインターナショナルエアラインズグループはエアリンガスグループ公開有限会社に対し10億ユーロの 公開買い付けを開始した。エアリンガス理事会はこの提案を2014年12月16日に拒否した。イヤグは1株当たり2.4ユーロの買収を2015年1月9日に提案したが、エアリンガスは2度目の買い付けを拒否した。同年1月24日にイヤグは3度目の買い付けを開始し、総額は約14億ユーロまで上がる1株当たり2.55ユーロの 買収提案を提案したアイルランド政府は25%の持ち分をイヤグに売却することを2015年5月26日に同意した。2015年9月2日にイヤグはエアリンガスの支配権を引き継いだ。2015年9月17日にはイヤグによる買収が完了したためエアリンガスの株式はアイルランド証券取引所とロンドン証券取引所から撤退した。 2016年11月29日に独自のマイレージサービスのゴールドサークルクラブからイヤグのアビオスポイントを使用したエアクラブに変更された。2019年1月1日よりスティーブン・カバナに代わってショーン・ドイルが最高経営責任者に就任した。2019年1月17日、20年以上ぶりに機材の新塗装を発表した。 2020年1月15日、ルイーズ・ケネディによる新しい制服をダブリン空港で発表した。2020年6月からダブリン空港のケータリング部門をエミレーツ航空グループが所有する年間30億ユーロ以上の収益を誇る大手空港サービス会社ダノタに外注することを決定し、契約に同意した。 北京首都国際空港のエアリンガス2020年2月25日に、エアリンガスは、イタリアのロンバルディア州にある複数の町で、新型コロナウイルスの感染が発生したため、イタリア外務省から、渡航制限がかけられているとの通知を受けた。エアリンガスは、運航を継続するとし、さらに、アイルランド保健サービス委員会や世界保健機関、欧州航空安全機関の指示を遵守し続けると、 発表した。2月28日にミラノリナーテダブリン線で乗客の一人が新型コロナウイルスに感染していたとの報告を受け、ハス及び外務省に全面的に協力していることを発表した。エアリンガスの客室乗務員4名も隔離された。翌日、エアリンガスはイタリア北部への運行停止を発表し、3月10日にはイタリアへの運行を停止した。その後、 ネットワーク全体の減便を発表し、最終的には全体の95%削減したが、新型コロナウイルス感染症の流行で、航空会社史上最大の下記スケジュールの計画は、頓挫した。一時的な措置として、全従業員の勤務時間と給与を50%削減したことを発表した。同月末の3月29日に、 中華人民共和国の北京発のエアリンガス9019便がアイルランドの医療関係者のための防具などを携えダブリン空港に着陸したアイルランド政府の要請に応じて中国との間で数百便の運航が予定されたエアリンガスが東アジアへ運航するのはこれが初めてである6月13日の報道によるとエアリンガスと労働組合との人員削減に関する 最終草案に基づく措置案が広く受け入れられた。2020年7月21日から大韓民国のソウルからアイルランド保健サービス委員会のために防具を輸送している。航空連合のワンワールドに2000年6月1日から加盟していたが短中距離路線において安価な料金を多く設定し、また二転換輸送に重点を置くという格安。 航空会社に近い運営方法を取り始めたことが、ワンワールドの求める運航形態とずれてきたため、2006年5月に脱退を表明し、2007年4月に脱退した。同じアイルランドの格安航空会社、ライアンエアーは、エアリンガスに対し2006年から出資を重ね、株式の30%近くを取得して買収する、動きを見せた。これに対し、 ブリティッシュエアウェイズなどの持ち株会社であるインターナショナルエアラインズグループがエアリンガスの株式取得へ動き出した。2015年7月10日、ライアンエアーは保有するエアリンガスの全株式を売却する方針を決め、EU 当局も条件付きで認めた。これにより、同年8月18日までにイアグが当社株式の95.77%を取得し、 当社は、イヤグ参加航空会社の一社となった。一度目の買収の試み2007年のエアリンガスと、ライアンエアー2006年10月5日にライアンエアーは、エアリンガスを買収する買い付けを開始した。ライアンエアーの最高経営責任者、マイケル・オリアリー CEO は、アイルランドの航空会社を形成する、ユニークな機械であると述べた。ライアンエアは、 エアリンガスの株式16%を購入し、残りの株式に2.8ユーロを売り出していたと語ったが、エアリンガスはライアンエアーの公開買い付けを断った。2006年11月29日にライアンエアーは、持ち分を26.2%に引き上げたことを発表した。同年12月21日に、欧州委員会が買い付けの調査を終えた直後に、 別の買い付けを追求する意図でエアリンガスへの買い付けを撤回すると発表した。欧州委員会は買収により消費者の選択が減り、運賃が上がることを懸念していた。2007年6月27日に欧州委員会は2つの航空会社がダブリン発のヨーロッパ路線の80%以上を保有しているとして競争上の理由による買い付けを阻止する決定を発表した。 二度目の買収の試み2008年12月1日、ライアンエアはエアリンガスの二度目の公開買い付けを開始し、7億800万ユーロの現金申し入れを行った。1.4ユーロの申し入れは、11月28日までの30日間のエアリンガス株式の平均終わり値の28%だったが、2006年の半分であった。2つの航空会社は別々に運営され、 ライアンエアーは、エアリンガスの短距離路線の機材を33機から66機に倍増させ、1000名の新規雇用を創出すると主張した。エアリンガス理事会は、この提案を拒否し、株主に対して何もしないよう助言した。最終的には、他の株主の過半数によって拒否された。ライアンエアーは、2009年1月28日に、買い付けを取り下げるまで申し入れを、 エアリンガスに公開したままにしていた。アイルランド政府は、ライアンエアーの最高経営責任者である、マイケル・オリアリー CEO の申し出を、航空会社を過小評価していると非難し、ライアンエアーの買収は、業界の競争とアイルランドの消費者に、重大な悪影響を与えると述べた。三度目の買収の試みライアンエアーは、エアリンガスを一株あたり1.3ユーロ。 総額6億9400万ユーロで買収する新たな買い付けを開始する意向を2012年6月19日に発表した。ライアンエアは競争当局がこの試みを阻止しないことへの希望を表明し、インターナショナルエアラインズグループとルフトハンザドイツ航空によるブリティッシュミッドランド航空とブリュッセル航空の買収を例に挙げた。エアリンガスは 2012年6月20日に、ライアンエアの提案を検討した結果、エアリンガスの取締役会がこれを拒否し、同社の株主に関して何も行動を起こさないようアドバイスすることを記した、プレスリリースを発表した。ライアンエアからのいかなるオファーも成功する、可能性は低いと指摘した理由が、第一に、当時のエアリンガスへの航空会社の買い付けを、 ブロックするという欧州委員会の2007年の決定第2に英国競争委員会によるエアリンガスに対するライアンウェアの少数株主持分に関する調査が進行中であることだった。さらにエアリンガスの取締役会は同社の10億ユーロを超える引き当て金航空会社の収益性対借対象表を考慮するとライアンエアの申し入れはエアリンガスを 過小評価していると、プレスリリースで述べている。2013年2月27日に、欧州委員会は、合併により消費者の選択が損なわれ、運賃が増加するという理由から、ライアンエアがエアリングスを買収する3度目の、試みを阻止した。インターナショナルエアラインズグループの航空会社2014年12月14日、ブリティッシュエアウェイズ、イベリア航空。 ブエリング航空の持ち株会社であるインターナショナルエアラインズグループはエアリンガスグループ公開有限会社に対し10億ユーロの公開買付を開始した。エアリンガス理事会はこの提案を2014年12月16日に拒否し、提案を暫定的で条件が厳しく拘束力がないとコメントした。さらに理事会は提案を検討し、 それがエアリンガス及びその魅力的な見通しを根本的に過小評価すると信じている。したがって提案は拒否したと理由についても言及した。イヤグは1株あたり2.4ユーロの買収を2015年1月9日に提案したがエアリンガスは2度目の買い付けを拒否した。同年1月24日にイヤグは3度目の買い付けを開始し総額は 約14億ユーロまで上がる1株あたり2.55ユーロの買収提案を提案した。エアリンガス理事会は2015年1月27日にイヤグのエアリンガスに対する3番目の提案の金銭的条件はお勧めできるレベルにあると発表し、会社の将来に関するイヤグの意向、特にエアリンガスは独自のブランド、管理。 運営を行う独立した事業として運営されると確認した。アイルランド政府は25%の持ち分をイヤングに売却することを2015年5月26日に同意した。2015年7月10日、ライアンエアはエアリンガス株式の30%近くを売却することを可決した。欧州連合とアメリカ合衆国の規制当局はイヤングが ロンドンがドウィック空港で5つのスロットペアを放棄することを条件とし、買収を承認した。2015年9月2日に、イヤグはエアリンガスの支配権を引き継いだ。2015年9月17日には、イヤグによる買収が完了したため、エアリンガスの株式はアイルランド証券取引所とロンドン証券取引所から撤退した。エアリンガスがイヤグによる買収が完了したため、 2016年11月29日に独自のマイレージサービスのゴールドサークルクラブからイヤグのアビオスポイントを使用したエアクラブに変更された。ロゴマークはアイルランドの象徴とされるシャムロックコーポレートカラーの緑色はアイルランドのナショナルカラーである。2019年1月17日に現行のロゴマークを発表した。 2019年から2019年1月17日に現行の塗装を発表した。インターナショナルエアラインズグループの子会社のイベリア航空と同様にユーロホワイト塗装がなされ、胴体のエアリンガスの文字とドアにシャムロックが描かれている。エンジンにも緑色の塗装がなされた。2021年末までにはすべての機材がこの塗装で統一される予定である。 1996年から2019年胴体の上の部分が緑色の塗装で締められており、窓周辺は薄い緑色で塗装された。シャムロックは垂直尾翼とエンジンに描かれている。1981年から1996年胴体の上の部分が緑色の塗装で締められており、窓周辺は黒色と青色で塗装された。 垂直尾翼に白いシャムロックが描かれており、ロゴは窓より下に配置されている。ラグビーアイルランド代表塗装2015年4月30日より、エアリンガスはラグビーアイルランド代表のスポンサーになり、エアバス A320 から200の特別塗装機が2機、ある。レトロ塗装2011年に設立75周年を記念して、 エアバス A320 から200の1機を1960年代の塗装を施した。公式ウェブサイト塗装2002年にエアリンガス公式ウェブサイトが開設され、プロモーションするための特別塗装機。その後は、通常塗装の機体の下部分に ARLINGUS.com、ER、e の文字が追加された。現在この塗装は廃止されている。ピーク時に一時的にリースされ、 運行している機材には暫定塗装が施された。現在この塗装は廃止されている。2020年9月現在、エアリンガスの機材は以下の通りである。2020年5月現在、エアリンガスの退役した機材は以下の通りである。自社国際線路線を開設しているアイルランドの空港はダブリン空港、コーク空港、シャノン空港、アイルランドウエスト空港である。また、 アメリカ合衆国の入国審査を事前に受ける空港はアメリカ便を運航しているダブリン空港、シャノン空港にある定期便、季節運航便2020年5月現在の定期便と季節運航便。ただしコードシェア便による就航路線と子会社のエアリンガスリージョナルの路線は含まない。アイルランド2020年5月現在の就航地。 季節チャーター便2020年5月現在、季節チャーター便では以下の路線を運行している。ビジネスクラス大西洋横断路線のみに用意されている。同クラスをヨーロッパ路線で運行する際はプレミアムシートと名付けられている。フルフラット型のシートを採用しており、ダブリン空港、ロンドンヒースロー空港、ニューヨークジョンカイケネディ空港のエアリンガスラウンジを利用することができる。 機内エンターテイメント、USB 端子、機内食が提供される。また、機内 Wi-Fi サービスを無料で利用できる。エアバス A330 では2通路席であり、エアバス A321LR では1通路席で、ある。プレミアムエコノミークラス2019年9月1日から一部のヨーロッパ路線のみに、プレミアムエコノミークラスが導入された。 エコノミークラスと同じシートだが、三列席の中央席が必ず開けられている、エアスペースサービスが追加されている。また、大西洋横断路線で使用している機材を、ピーク時にヨーロッパ路線で使用することもあり、ビジネスクラスは、プレミアムシートとなる。エコノミークラス大西洋横断路線の二通路席の、エコノミークラスシートは、すべて同じだが、前方の座席や非常口付近の座席など、 機内の位置により価格が異なる。また、大西洋横断路線とヨーロッパ路線でサービスも以下のように異なる。大西洋横断路線31インチ型のシートを採用しており、機内エンターテインメント、USB 端子、機内移植サービスが提供される。機内 Wi-Fi は有料である。エアバス A330 ではに通路席であり。 エアバス A321LR では一通路席である。ヨーロッパ路線30から32インチ型のシートを採用しており、機内紙のほか有料飲食サービスが提供されている。自社国内線路線を開設しているアイルランド島の空港は北アイルランドのベルファストのみである。アイルランド国内線は運行しておらず、子会社のエアリンガスリージョナルが国内線の定期便を 運行している。定期便、エコノミークラス機内市のほか、有料飲食サービスが提供されている。機内食機内食は、大西洋横断路線のみ無料で提供される。通常の機内食のほかに、糖尿病食や、低カロリー食、低タンパク食等の特別食や、ヒンドゥー教やイスラム教、ユダヤ教徒や、ベジタリアンなどのための機内食、子供用や、 用事用の機内食も用意されている。これらの特別機内食を希望する場合は、事前の予約が必要である。また、事前に購入するアラカルトメールも用意されている。ヨーロッパ線、国内線では、有料飲食メニューから購入できる。このメニューは、国際線でも提供されている。個人用、テレビ2020年現在、大西洋横断路線の全機材の 全クラスで個人用液晶テレビが設置されており、オンデマンド形式によるビデオオーディオ及びビデオゲームプログラム、映画を提供している。機内式内視として友達を意味するカーラが用意されている。同誌はエアリンガス公式サイトでの閲読も可能である。また、有料飲食メニューのビアも用意されている。同誌もエアリンガス公式サイトでの閲読も可能である。 機内 Wi-Fi 接続サービス国際線の Airbus A330、A321LR において、機内 Wi-Fi 接続サービス、またはエアロモバイルが提供する通信ネットワークが利用できる。ビジネスクラスでは無料で提供されている。チェックイン自動チェックイン機通常の有人チェックインカウンターのほか、自動チェックイン発見機が用意されている。また、 ビジネスクラス利用客は優先チェックインカウンターが用意されている。空港ラウンジダブリン空港、ロンドンヒースロー空港、ニューヨークジョンカイケネディ空港のエアリンガスラウンジが用意されている。別の事業者がエアリンガス利用客のために用意している空港もある。エアリンガスラウンジはビジネスクラス利用客、プレミアムエコノミークラス利用客、エアクラブ会員客、 アイルランド銀行マスターカードゴールドビジネス所有者が利用できる。また一般客はプリペドラウンジパスを事前に購入すれば利用できる。マイレージプログラム2016年からインターナショナルエアラインズグループのアビオスポイントを使用したエアクラブを運営している。グリーン、シルバー、プラチナ、コンシェルジュの4つのステータスで構成されている。以前までは 独自のマイレージサービス、ゴールドサークルクラブを運営していた。ワンワールド加盟中は、一般会員というカテゴリーがなかったため、入会手続き後に規定するポイントを貯めて、初めて会員として迎えられるシステムをとっていた。自社のパイロットを要請するため、定期的にパイロット候補生を採用している。毎年の秋には、 将来のパイロットプログラムを立ち上げ、スペインのヘレス空港に位置するパイロット養成学校、ふとと組み、パイロット候補生を募集している。エアリンガスは、アイルランド証券取引所では、アイル1、ロンドン証券取引所では、エルのティッカーでアイルランドとロンドンの証券取引所に、上場してたものの2015年9月17日に、イアグによる過半数の買収を受けて、上場廃止となった。 現在の持ち株数並びに保有企業はは以下の通り。エアリンガスカーゴエアリンガスカーゴはエアリンガスの貨物部門である。エアリンガスカーゴはダブリン、シャノンアメリカ線で運行されている。ほとんどのヨーロッパ路線と一部のイギリス路線も運行しているが、その後イアグカーゴとして運行するようになった。エアリンガスリージョナルエアリンガスはアイルランドの地方航空会社。 ストバートエアとフランチャイズ契約を結んでおり、ストバートエアはエアリングスリージョナルのブランド、塗装、フライトコードで複数の路線を運行している。ストバートエアは2012年4月以降、自社の IATA コードのフライトは運行しておらず、以前の路線はすべて A3XXX の形式のフライト番号でエアリングスに移行されている。2015年8月18日に、 イヤグに買収された後、エアリンガスの個別の年次報告書は発行されなくなったが、一部のデータはイヤグの年次報告書内に個別で表示されている。近年のエアリンガスの主なトレンドの傾向は以下の通り。エアリンガスは従来のレガシー航空会社と格安航空会社のハイブリッドを採用した小フリル戦略を実施している。 短距離路線と長距離路線のフライトで提供されるサービスに違いがあり、機内食は校舎のみ無料で提供される。新しい戦略は、労働組合との交渉を必要とし、航空会社の存続のためにより低い費用と、航空会社の改革が必要であるという合意に達した。しかし、交渉から生じた組合の情報は、航空会社にとってマイナスのイメージを与えた。 2003年までに賃金凍結は解除され、強制解雇なしで3800人の自発的解雇があった。これにより、2002年、2003年、2005年の年次報告書では利益が上がり、2004年にはわずかな損失しか記録されていない。エアリンガス本社エアリンガス本社所在地はダブリン県フィンガル市、コリンズタウンのダブリン空港。 9.9エーカーあった旧本社ビル敷地には、旧本社ビル、サービス別館、アイオラーハウス、モックアップビル、アルサースイミングプール、その多少規模な構造物や建物が建てられていた。本社ビルには、エアリンガス、子会社の本社があり、多くの管理部門、従業員、駐車場があった。アイオラーハウスとモックアップビルには、乗務員の訓練施設とオフィスがあった。 また、旧ライアンエアー本社にも近接していた。2004年にニューヨークタイムズ紙のブライアン・デブリーは、数台離れた駐車場をと表現した近接性は競争が自宅にどれだけ近いかを象徴するものだと語った。2010年にエアリンガスは本社ビルをダブリン空港公団に対応し、2011年中に航空会社の不動産会社にあるファンガー六号などの 建物に従業員を移動させることを決定した。インターナショナルビジネスタイムズ氏によると、旧本社の改修が必要であると述べられていたが、グリーンフィールドコスト削減計画中であったエアリンガスのニーズには大きすぎた。2011年11月8日にエアリンガスは、方防検視基地の定置権の放棄に関する契約に、ダート署名した。 エアリンガスは2215万ユーロとダーへの利息を支払い、1055万ユーロは年間の支払いで10年間にわたって支払われる。支払いには年間5%の金利が含まれる。これにより、方々検識基地はダブリン空港中央というオフィススペースに再開発され、ダーは1000万ユーロを費やした。旧本社ビルは ダブリン空港中央に一つになった。2014年5月30日、エアリンガスの客室乗務員は24時間ストライキをし、約200便が欠航され、最大20万人に影響が出た。労働者たちは勤務表の変更を求めていたが、実施した場合、アイルランドで300人の雇用が失われ、北米に移転する必要があるとエアリンガスが表明を出した。 2015年4月30日にエアリンガスがラグビーアイルランド代表のスポンサーになることが発表された。同日、一機がラグビーアイルランド代表の特別塗装が施されることとグリーンスピリットと名称されることも発表された。1952年1月の墜落現場の記念碑2020年5月現在、エアリンガスは 過去50年間に墜落事故はなく2020年の世界で最も安全な航空会社リストでは19位にランクインした。過去には6件の事故と1件のハイジャック事件を含み12件あった。航空艦隊を意味するアイルランドのエロインジェスの英語化。現代アイルランド語のスペルと文法によればエアー・リンガスのアイルランド語への可能な2つの翻訳は複合名詞の エロインジェスと2単語のロインジェスウェアのみ。これらの規則ではエアロインジェスという2語の単語には翻訳できない。エアリンガスのプレスリリースではアメリカ合衆国外での最初の長距離路線と発表されていたが実際には1966年から1979年にかけてカナダのモントリオールへ運行していた。アイルランドに出国審査はない。 アイルランドで事前にアメリカ合衆国の入国審査を受ける ABUSB Type-A を使用している AB Airbus A330 のみ。ありがとうございます。